す TPP はいらない。農業を壊す TPP はいらない。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  TPP で野党は共闘。 TPP で野党は共闘。ご参加の皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ご招待いただきました日本共産党の衆議院議員畑山和也です。今日は同僚の清水正衆議院議員と一緒に今参加をしています。私 TPP の特別委員会、オブザーバーで理事会に参加をしています。理事は自民公明民進のみで、日本共産党と大阪維新がオブザーバーの参加となります。議決権が残念ながらありません。この間の議事が止まったことについては、すでに報道などで論じられていますが、これは西川委員長の運営がひどいことと、石原大臣の答弁がひどいことによるものです。この間、野党では、この委員会にいる民進共産のみならず、社民生活の党の4党で、野党で共同する形で、要望を政府にも突きつけてきました。一つに、このような運営を西川委員長は改めること。二つに、石原大臣が誠実に答弁をすること。そして三つ目に、この間問題となってきた情報公開の一つで、西川委員長の本を事実として認めること。何よりも、あの民進党の尾形議員の質問で止まった後、その後側近が止まらなかったために、西川委員長自らがつぶやいて、あれは手が入る前に書いたものなんだというようなことを述べて白状していたようなものでした。こういうわけですから、このことを認めないとやっぱり野党として審議できない。そもそもこんなふうに環境を壊してきたのは政府与党の側にあるじゃないかということを私たちは訴えてきました。民進党さんが退席をして、その後の再開の理事会においては民進党が欠席をした中で、私たち日本共産党は出席しました。与党の方からは残った時間、4時半ぐらいからですけれども、やらせていただきたい、私たちはこんな不正常な状態でやるなんてとんでもない、民進党も共産党も質問権を放棄していないのに、時間だからといって次大阪さんの番ですと、こんな委員会の運営ルールあるかということを私たち述べて、その後強行で理事が採決をし開かれましたが、そこからこの間の審議が止まったという状況になってきたわけです。ひとえに今止まっている原因は政府与党にあると強く訴えたいというふうに思います。明日理事懇が再開されて、金曜日残っていた民進党から共産党大阪のテレビ質問がやれる見込みで、今話は進んできています。しかし来週以降の日程についてはまだ何も決まっておりません。事実上1週間審議が止まりました。日程を考えたときに、この国会中での批准は難しい状況になってきているのは間違いありません。国会の延長ということも参議院選挙を考えれば難しいこととなるでしょう。そして述べたように、野党の4党では共同で足並みが揃ってきています。私も民進党さんのところなどへよく足を運んで、今日もすでに1万歩以上歩いています。こういう状況で歩いて歩いて汗をかいて、共同を強めて、国会内外で TPP 許さないために力を合わせて頑張っていこうではありませんか。金曜日、再開された時には民進党さん、そして共産党は私と笠井議員なども質問に立つ予定になっています。みんなの力で基準、そして諦めるは相手が諦めるという状況に追い込んでいこうではありませんか。頑張る決意を最後に一言述べて、連帯の挨拶といたします。頑張りましょう。頑張ろう。はい、ありがとうございました。